静岡の海の名物がピンチです。桜エビの不漁が続いていますが、県中部の港ではシラスも取れないと頭を悩ませています。遠州灘で取れたシラスが水揚げされる舞坂漁港は今日およそ40隻が漁に出ました。まあ取れてますね。まあ ぼっちぼっちですけど。ぼちぼち。はい、ぼっちぼっち。量は悪くないだけど、日が荒いもんで日数が出ない。先月21日の解禁以来、天候の影響で量は6日しか出られていませんが、量は取れているといいます。深刻なのは県中部です。静岡市の持船港です。本来ならこの時間、次々とシラス漁船が戻ってきているはずなんですが、漁船はつながれたままです。今日も漁に出ることができませんでした。この道50年以上の漁師が首をひねります。去年はすごい4月は良かったけど、今年は全然ダメだね、今のとこね。取れなきゃ仕事になんねえから。持船港は解禁から8日漁に出ましたが、4月に入ってまだまともに3日ぐらいしか漁には出れてない状態ですし、まあ漁に出てもほとんど水揚げがない状態ですね。こんなに取れないことって今までありました？なかなかないですね。4月上旬の水揚げ量は去年118トンでしたが、今年はおよそ30分の1の4トンしかありません。あまりのシラスの不漁に加工業者も悲鳴を上げています。今日は持ち船上がらないもんで、田子の浦のです。取り合いです。もう毎日毎日、競りやってる時もね、少なすぎちゃうもんでね、シラスが。前まではいいものと悪いものって、もちろんあのシラスにもいい悪いがあるんで、あの差が出てるんですけど、今はもう絶対量、物がもうなさすぎちゃって、物が悪くても良くても、もうシラスならもうどん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 高くなっていっちゃう状態だもんで、売り値よりも仕入れ値の方が高い状態が続いているといいます。困りますね。潰れちゃうかもしれないねそのぐらい深刻ですね、今ね。悩ましいのはシラスだけではありません。駿河湾の名物桜エビも今ピンチなんです。焼津市の大井川港では、漁協直営の食堂がシラスと桜エビの不漁のダブルパンチに悩まされています。特に桜エビは去年の漁で取れた冷凍の在庫でできるだけ営業を続けようとしていましたが、この1週間お客さんが殺到しました。不漁の影響で桜エビ漁は明日まで休みが決まっているため、店は明日明後日を臨時休業にすることを決めました。寂しいですよ ね。我々子供の頃はいくらでも取れたの。ユイの方も全然今やってないっていうんですからね、ぜひここで食べようと思って。残念ですね。漁はあさって再開しますが、もし漁が出られなければ、来週以降も店を休業せざるを得ないといいます。3月24日に春漁解禁したんですけども、これまで2回しか船が出てないんですね。もう船が出てもらうことを祈るばかりです。シラスと桜エビの春はいつやってくるでしょうか。